お疲れ様です。今日はこちら高回転ドリルでやっていきます。さあドリル、なんだかんだずっと強いですね。はい、まあ、最強時代からはやや減ったものの、はい、今でも安定して世界上位で活躍されてますね。はい、大会でも結構疲れてますというわけで、まあ、高回転ドリルやっていきます。で進化枠は、はい、まあ、ドリルといえば相方テスラです。はい、まあ、テスラも壊れですてか、まあ、こいつがなきゃ止まらないドリルも生きてこないかなというぐらいですね。はい、まあ、高回転デッキとか、まあ、施設入りのデッキは取りま、ね、悩んだら進化テスラ入れとけば、まあ、何でも守れるよと。まあ、テスラなきゃほんとここ最近はペッカやメガナイトやラムとか止まんないので、まあ、取りま進化テスラは、はい、今の壊れ進化のトップ4ぐらいにはね、安定して入るんじゃないかなというわけで、まあ、困ったらテスラ置いちゃってもいいしね。はい、まあ、あとはこのダイナマイトゴブリンもだいぶ強いです。はい、でこのドリルは、まあ、今日はダイナマイトゴブリンですけど、ボンバーでもいいです。はい、ドリルというかこの緑のやつなかったら、はい、まあ、そこはどっちでもいいかなと言ったとこではあるんですけど、おおすごいな。まあ俺はダイナマイトゴブリンでいきます。はい、まあボンバーだと回転が速いし、なんだろうなまあ回転が速いぐらいか。ダイナマイトゴブリンはマジでこいつが勝手にねタワーまで走ってダメージ稼いでくれるんで、単純にこいつが強いよなと。はい、これもなんかタワーに走れるんじゃねえかっていう話なんでね。はい、いやこれのダメージが入んのがイカれてますよねっていう話なんですよね。ワンチャン宝石、許容か柳雨か的な。さあザップ使ってくれる。相手はまあラバっぽいな。ちょっかいだけかけて、まあめちゃんこ下手くそなウッドをやりの、まあそれぐらいはいいでしょう。さあからのここ行きたいよな。まあバーバリアンがあるとはいえ、このダイナマイトゴブリンこいつがうざい。どっちに馬場を割くのって話なんでね。さあ馬場を割かなきゃタワーが折れるんじゃねえかこれっていう話ね。でここの防衛はまあ守れないと。はいまあボイド打たれたんで仕方ないかなと。まあけどこっちも1本折れてます。かつ、まあ、右サイドもねやや削れてはいるっていう状況なんで、はい、ちゃんとねケアもできてますよと。怖いね。なんかあれだな、キングがこのポイですらいらなかったらまさかのキングが折れそうな話なんですけど、これは行くしかない。これは勝ちました。まあ冷静にちょっと負けそうだったんですけど、相手ラバなんで、まあ、ラバには、まあ、負けてもいいか正直だってこれ対空テスラしかないんで、まあ、ファイスピもあるか、まあ、ポイズもあるか、まあ、あるっちゃあるか、まあ、でもラバは多分きつい方だと思います。はいきつい方だと思いますけど、まあ、2-1 かな。基本的には 2-1 で勝てたらいいなっていう話ですよね、今みたいに。よいしょ。まあ、トリマドリルとテスラは積極的に進化を回しちゃいたいね。進化テスラ本当こいつら何でも止まるんで、進化テスラあるときはゴリゴリ攻めちゃってもね、いいかなと思います。さあ、まあ、こうなるとジャイスケラとかの可能性も出てくるし、まあ普通にジャイプリプリゴリゴリ、はい、そんな顔してんね。まあトリマ飛ばすか。ブラスターなんでスケとかで雑に回収できると思うんですけど、まあ、まずかったりね。危ね今の間に合うの若いな。待って、やばいやばい。そのあ、待って、ミスった。なんかダイナマイトコンボに逆にやっちゃった。もったいないな。走れ入れ。マジで今のダイナマイトコンボにヘナチョコやってなかったらこのダメージ入ってないんで、完璧な防衛ではあったか。まあでもここダックプリ咲いてるんで、相手端前から、まあプリンスがいるとはいえドリルからのハイスピとかで削ってもいいとか、ドリルだけでもいいか。で J は低めテスラで耐えたい。テスラ延命して1コスもあるんで、耐えれますよと。いやーいいね。でここは進化テスラあるんで煽っててうるさいし、ホレイもかましてしばきに行きます。うん、まずいです。まあ、左サイドなんでね。さでダイナマイトゴブリンのバカでさよならして一発かましとくか。やばい。守れそうなんで飛ばして、ファイスピも飛ばしてスタンプも飛ばして守れるかなっていう話ね。さあヘナチョコザップが来たのでスタンプも飛ばして、まあここに感情はないですからね。本当に草取りみたいな無でやる感じです。マジ無でスタンプをしてます今。はい、まあ気づいたら勝てそうだな。キング起動してる。なんでまあ読みザップとかも怖い。いやめっちゃいい。ダークプリンス来てる。やばすぎる。それに関してはまあここだけなんか負けそうなとこではあるんですけど、冷静な俺はよいしょさあ進化ですらぶっ壊れ、かつなんかはみ出たっすね。さあグッドゲームと。いやマジね強すぎるテスラ強すぎて相手の攻め通る気しねえもんな。今回のもなんか最初のダックプリミスがね、受けミスがあって、まあ、ダメージ受けましたけど、なんかねマジテスラ1コス、あとダイナマイトゴブリン、まあ、かつあとブラスターもね強えよな。うん本当にどうやったら相手の攻め通るんだっていう。まあなんかねラバとかちょっと特殊なのが来ない限り、まあスケラで橋を渡らない、クロスで橋を渡らないとか、なんか特殊なのが来ない限りは正々堂々橋を渡ってくる今みたいなジャイとかね。なんだこれマジでなんだ。基本的にはちょっとラバーの可能性あって、強っライトニング打たれたけどなんか全然なんだこれ。で折りダックプリメガゴ珍しすぎん。わかんねえな何これ。まあロイジャイ的な。うわーやばー、その檻食われちまうやん。やべえ、スケがヘナチョコすぎた。何これロイジャイ。まあゴレ、いやエリジャイの可能性もまあなくはないけど、別にラバーとかもなくはないっていう。なんかベビーメガゴ進化本でネチネチロイジャイ的な。今ボンバ1回何これ暇だったんかチャンスってこと。はいいやーこれダイナマイトゴブリンが入るんですよね。からのこれダイナマイトゴブリンが走ってダクプリをしばくしみたいなね。強すぎる。でサイクルが速いんでもう回りますよと。ダイナマイトゴブリンもねいいね。相手のデッキまあ多分ロイだな。あんま攻めすぎるとなんか勝てユニットが次ぐらいのカウンター来そう。ライトニングだしまさかのゴーレね。これダイナマイトゴブリンまで行きたい。よしよしコストを使わしたことに価値がある。なんか爆破したな今。で進化テスラがあるんで落ち着いて変な位置で受けます。え、入りすぎだな。正面だったか。許容が俺の許容が変なちこな許容になってる。ライトニングえダメしたっかえ460ぐらいあったよタワーっていうので負けです。ヘナチョコな許容です。いや全然もっとゴレカが楽に解けると思っちゃってたわ。テスラはもうゴレの顔面にね召喚してあげればよかった。もったいないな。守れそうだったもっと。まあなんかベビーメガゴとかねちょっと嫌だね。まあスケドラみたいな、まあ、対空枠テスラがあるとはいえ単純な空ユニットがちょっと厄介なデッキにはなってくるがまあ今回ゴブジェイですね。まあゴブジェイも多いかんな今。まあボイドだけ今ダイナマイトゴブリンワンチャン入ったかな。でこれ単品ゴブジェイとかだったらこれテスラもう一個下の方がいいな。おおなるほどね流行りのね。さあペッカゴブジェイマジこいつ多いかんな。守れるかな。おお面白い。ペッカゴブジェイダクネダクネがまずいね。レイジマジあれさ守れんのかな。ボイドレイジね。もう一枚柳雨とかかな。まあ守れる自信ないんですけど回復するし。いやいいダイナマイトゴブリンに価値がありすぎる。でも進化テスラ欲しいな。痛すぎるなこれ。勝ちたいけどな勝ちたいんだけどな。せっかく面白いカッチカチやでおい。楽しくこう打っちゃうか嘘みてえな。許容できます、ちょっとだけ。いやー行きたいけどな。逆行くね、バカで。待って、ウッドで行きましょうか。これ折っちゃいたいぐらいの。進化テスラは最強。ダイナマイトゴブリンもぶっ壊れ。よし危なすぎるだろ、もうペッカゴブじゃんいやシングルスラじゃなきゃ止まんねえかんな。どんだけ硬いねんっていうペッカゴブじゃいわ。怖えマジ。ブラスターで火力を高くしてギリなんでね、現環境。プリンセスタワーのデッキでこういうのに勝とうとしたら、本当はペッカがあるとか、まあ、ミニペッカとかスパーキーとか、本当高火力カードがないと、現環境ブラスターじゃなきゃやっていけないっすね。止まんなさすぎる。まあよく耐えました。テスラーテスラいいな。好きなんだよな。ネチネチ。ネチ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 。進化テスラちまちま。進化ザップも好き。なんかこれリセットアンド好きなんだよな。一回なんかねミスっちゃってもその後取り返してるんで。珍しいインドラいけ。よし縦線珍しいな。あーラム防衛偉いなこれ。ダイナマイトゴブリン通らないもんね、ラムの遅延で。ちょっとラムがだるいのか。さあインドラね、今回のまあ厄介な、多分マジックアーチャーとかもいそうっすね。まあ進化ドリルで絶対ダメージは稼げるが、相手のマジアーチャーとまあ、レイジが怖いぐらいね。もうちょっと頑張ってほしかったなゴブリン。でサイドは逆かな、インドラが溜まっちゃうんでね。まあまたランバーラム来るかもね。入れ。進化 SP。いや、いいね。このダメージに価値あります。これマジックアーチいないかもな。なんか相手のデッキ的にいなさそう。ちょっといいウッドでこのダイナマイトゴブリングうざい。めっちゃいい。テスラで回収からのさあぶっ壊れ攻めこれ強すぎるんでポイズン打って溺れてもらって、ランバーも勝手にさよなら、もう強すぎる。でファイスピでちょっと削りを狙っていくこのファイスピ削りもちょっとうざいしな。リーチコスがある。ドリル飛ばす。ダイナマイトゴブリンまで行くねち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 ね。ポイズンだけはちょっと甘えずいね、やめとこうか、はい、冷静に。まあこのテスラを本当はマジックアーチャーとかで射抜かれたりとかがあるとそうなん今のって釣れないことあんの？俺の位置が悪いのかわかんないけど、内側に寄せちゃったり。強すぎるラムいたな。まあ怖いが最強の進化テスラもあります。何でも止まります。いらっしゃい。お前強すぎるお前テスラいかれてんな。壊れた時のパルスとなんか出てくる時のパルスの違いを作ってもそうだけど、壊れた時のパルスのねスタン時間をもうちょっと短くするとか、まあ、何でも下方あるけど進化テスラ系でさえ冷静にテスラ置いとけば、まあ、ドリルポイズンって絶対にダメージ入るんですよね。召喚時なんかドリルが生まれる時の小さなダメージあるんで、もうそれだけで言ったら削れるし、ゴブリンほぼ角ではみ出るしみたいな、もう強すぎるよな。確定ダメージ強すぎるんだよな。さあよろしく。ドリルで絶対ダメージは稼げるので、あとは守ればいい。しかも進化テスラで何でも守れるずるいんだよ。理論上だから絶対勝てるんですよ。絶対ダメージ削れるし、進化テスラで絶対守れるんで、理論上最強デッキではあります。ゴーストの時点でまあロイかペッカかって話だよね。まあこういうの飛ばしちゃってもいいかもな。ウィザードに別にポイズン打ってもいいんですけど、打たないでドリルを回した方がいいっていうね。はい、なんかトリマー呪文を打つのはもったいないんでね。1枚タイムってやっぱ差をつけるチャンスなんで。ああうまい。1枚タイムはできるだけね呪文を打たずにユニットで回すことが、まあ、高回転はより大事だねこいつ避けんのうめえ。ここもドリルで守って進化を貯めていきます。今んとこめっちゃいいな。ウィザードにポイズンとか打たなかったことによってね、手札が回ってます。いやこのダイナマイトゴブリンうざそう。ワンチャンさすがにからの、でも相手もさ進化ペッカとかだもんな。進化ペッカってさドリル良くないんかな。めっちゃ回復されるのかなどんぐらい回復されるのこれ。まあ、行ってからのお楽しみもあるか。ダイナマイトゴブリン延命が厚かったり、しかもこれダイナマイトゴブリンも入ったし、こいつも走ります。はい。であとはテスラをいっぱい並べようって話ね。でこれあえて内側です。逆サイラムは適当で釣れます。マジ適当でいいっす。ここのテスラに価値があるんで。でなんならもう1個テスラ生えます。でボイド打ったんで最強です。で401は、まあ、ドリルポイズンウッドとかで多分なんとかなるんで、なんだろう、さすがにおはよう。マジでポイズンウッドぐらいで落ちるんじゃね。よいしょ。さあという感じのパーフェクトゲームでございます。いやテスラが強すぎるだけなんですけどね。立てましょう立てましょう。お YT フィリッタンだ。メガナイト使いですね、日本の。まあメガナイトラム使ってると思います、俺の考えた。人気なんでね。世界で流行るデッキを生み出してしまうが、コメント欄でデッキ作るセンスないと言われてへこんでしまう男です。はい、こんにちは。あーラム回したいけどって感じだな。相手もやラムドリルファイブ出た。ファイブ型ラムなんかいたわ。いけバカいでぶっ飛ばせ。よし。さあメガナイトラムのファイブザップ型っすね。まあ守れたら勝てるし、守れなかったら負けるっていう単純なそれだけだな。9割守りでいきます。まあブラスター強すぎて簡単に止まるんだね、あれ。飛べ入れいいスケや。まあ、進化ボンはないので、うん。メガナイト進化、ザップ進化ですね。はい。あれ、どうなんだろう。言っていいのかな。暇だし。強っ。で、逆にありがたいかなんか。ノックバック。ナイト帰ってきたんやけど、おかえりすぎん。いやめっちゃいい、さっきからハイスピがさすがに入らないか。まあこれをドリルボーイの方がいいんだろうな。冷静にね。うん、それやばい。最強いる。耐えたのでかっ。ファイボ強いなこれ。高めに出さなきゃな、次から。え、台湾のやばい。惜しい。え、強っ。惜しいね。メガナイトボンバーでもちょっと勝ち目あるもんなマジで自分のデッキに勝てない。え、この人さ、さっきやったのこれデッキっすわ。リベンジマッチやなかったさっきあれデッキ買ってんな。ああ、もうジャイスキラや多分。え何これ、おふざけデッキみたいなの来たな。ネクロがいるだけでなんかおもちゃデッキになっちまう。なんだこれ、わかんねえな。似てんなゴレだな、どうせ多分ゴレ使いなんだろうな俺使いだけどなんか変なゴレムが好きってこと。バルキリー入りネクロ、いやーポイズン2つにね攻めたいもんな。1倍はワンチャンライトニング打たれます。ジャイでした。ここのダイナマイトゴブリンまで行くのが素敵。強すぎそれ。トリトンバルキリーやばい。お願い勝て。負けるかよっ。ああ、いいやなめやな。特殊すぎるゴーレムだな。トルネがねえゴーレム。ゴーレムじゃねえわ、ジャイアン。そういえば俺の頭の中も相手の敵ゴレになってんだよ。え、だからボープあるよ。勝ったよ。ああ、まあネクロとかだるいね。勝ったやんとか言っといてだいぶだるいね。メガゴもだるいね。メガゴの方がだるいかもね。ネクロもだるいね。これスケラをさ、あれだな、ポイズン貼ったらダメだな、ここ。いい、まあ、進化テスラサイクルとしてメガゴもちょっと邪魔なんだよな。だいぶ引っ張られる。熱い延命してね。ここポイズン打っちゃいますわ。なんか守れる気がした守れるかどうかわかんないけど守れる気はした。そっちの欲しい。なんでやねん。いや、ボーパーあります。進化です。明確だけやってくれたらいいね。マジ進化テスラ好きすぎる。部屋に飾りたい。よしよし、オッケー。ドリルマジで庭に置いときたい。すごい好きすぎる。うわー、もう気持ちいいリベンジ成功です。なんかちょっと特殊なデッキが好きなんだね、あなた。いいデッキや初手ドリルハイスピでもいいし、いやナイトでさケツペッカーされんの嫌だよ。よし削っちゃおう。ほいゴブジャイ。端前でペッカとか来たら終わるけど OK。 これ低めで釣れて逆サイドも殴ってくれるんで、単品とかの時は1個低めのテスラが強いですね。はい、これ大事ね。まあでも低めだと後衛のウィザードとかのタグは取れないんで、そこはちゃんとケアしなきゃいけないですね。いやー、このペッカもバケモンだもんなまあまあ進化してないんでまだ。やばボイドワンチャン怖いぐらいか。まあ OK、 耐えることに価値あります。進化ゴブジャイはドリルとポイズンで止めたいけど、ウッド早かったかも。だいぶ意外と硬いんだね。ああやばすぎる。これ今何ワード取られてんの。俺9ワードくらい取られてんのか。意味わかんねえもん。でかい。少しずつ。少しずつ。やばい、ダメージがね意外と入んねえな。あげそう。私は進化です。熱い。ここだな。誰がどう見てもここだろう。熱い。追い上げてきたよ。これがドリル進化テスラ。せん？ダイナマイトゴブリン、あなたの息子だよーんつってうっとかまして、あとポイズン打っときゃはみ出るだろう。端ピーだけマックス G。 おい、はみ出ます。これが緑ゴブリン、ナイス。いいね。ちょっとマジで怖すぎるけどね、テスラ最強です。というわけでドリルテスラですね。はい、めっちゃ大好きなデッキです。はい、人に使われたら大嫌いですけどマジね、引きこもればマジ最強なんで、皆さんぜひドリルネチネチ一気ねやってみてください。おすすめです。ちゃんと効果もおっしゃってた、おっしゃったまたに。